優れたバランス感覚を持っていることで有名です。ということで次はこちら、小さな丸太。この丸太を4つの足で乗りこなしてもらいたいと思います。丸太乗りに挑戦。丸太ここにセットしますよ。近いですね。カメラの準備はよろしいですか。さてこの丸太乗りに挑戦する猫、自分の出番が楽しみでステージのどこかで待っていたようです。皆さんどこかで猫見てませんか。探してみてください。どこ。あの猫は寝てるだけです。すいません違います。ほらほらいるじゃないですか。足音が近づいてきました。探して探して、どこだ。来ました。見てました。ステージ中央の穴から登場、やってきたのはラパーマ。お名前はラパと言います。それではラパちゃん、かっこいいバランス感覚を皆さんに披露しましょう。肉球敵を追いかけて、まずはこの丸太の上にスタンバリそう思って、持ってもう少し頑張っていきましょう。さあラパちゃん、この上に乗ってみて。ラパちゃん乗ってみて。そう逆です。はいよいしょ。はい乗って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 。どうですか。ほら皆さんご覧ください。乗ってまいりました。素晴らしいバランス感覚、真剣な表情です。かっこいいよ。ラパ頑張って。ここまで来たところでゴール、頑張りました。いやー素晴らしい。何か何笑ってるんですか。何かおかしかったですか。わかりました。じゃあもう一回行きましょう。今度場所を変えてこっちです。なんだか笑われていたような気がするので、次こそかっこよく行きますよ。ラパさあまずは肉球席追いかけて乗って、上に乗ってみて。ラパちゃんまずは丸太の上によいしょ。はい乗って乗って、そう乗って乗って、惜しい。もう一回。さあラパちゃん、皆さんが見てます。かっこよく決めていきましょう。まずはこの丸太の上に乗って、そう乗って、何回見ても日本足です。後ろ足サボってる。乗って、転がして転がして、ここまで来たところで丸太乗りならぬ丸太転がしでした。いやー何ということでしょう。バランス全く関係ありませんでした。丸太片付けてみましょう。さすがにこの丸太だと小さすぎてラパちゃん乗りこなすの難しかったみたいです。大きいもの用意しましょう。次に使うのはこちら。おお、大きなボール。これなら乗りこなすことができるはずです。じゃあボールここにセットしますよ。ラパちゃん帰っちゃいました。もう一回呼び戻します。皆様あの穴にご注目。ラパー来ときます。グレーの小さな猫覚えてますよね。ラパちゃんさあ来ますよ。足音が近づいてきました。さあ来ました。違う猫です。やってきたのはエキゾチックロングヘア。お名前は夏目と言います。今日はラパの代わりに玉乗り練習中の夏目くんが披露してくれるようです。それでは黙々の大きな体で乗りこなしてもらいましょう。夏目の玉乗り一度しか行えません。しっかりと見ていてくださいね。それではまずは肉球ステッキを追いかけて、このボールの上にスタンバイできるか。さあ夏目こっち、そう、それでは行ってみましょう。まずはボールの上にスタンバイ。心の準備ができたら玉乗りは、ああ惜しいです。もう一度行きましょう。さあ夏目くん、もう一度皆様にかっこいい玉乗りを披露しますよ。さて集中力が高まっているようです。尻尾が上にピンと上がっているときは集中している証拠。それでは夏目くん何度でも挑戦します。それではもう一度夏目くん肉球ステッキを追いかけて、そうそう、さあスリ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 じゃなくて肉球ステッキを追いかけてボールの上にスタンバイしていきましょう。なんて自由気ままなんでしょうか。皆さんご覧ください。これが猫です。さあ夏目くん、夏目くん、まずはボールの上にスタンバイ。乗ってみて、そう乗って乗って、それでは玉乗りスタートです。乗って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 、皆様夏目にもう一度大きな拍手をお願いします。それでは夏目とはここでお別れ。